これは由々しき問題ですよ。セリア開発部の方。あのですね、私は見つけました。ツイッターで流れてきました。こちら。セリアで歯型のチョコ流し器が間違えました。セリアで歯型のチョコ型が売っている。これ私が去年やったやつだよね。セリアの商品開発部の方、ちょっと来てください。私のファンの方が紛れていますよね。私が去年自分の歯で歯型のチョコを作ったんですよ。いいんですよ。いいんです。言ってください。割れしたって。正直に言ってください。参考にしましたよね。ね。これは。由々しき問題だと思っていますよ。ただ一つ、セリアさん、一つ忘れています。一つ盲点でしたね、セリアさん。その歯型は自分ではめられないんです。自分の歯型じゃないから。これは欠点ですよ、セリアさん。間違えてますよ。盲点でしたね。一つだけ盲点でしたね、そこは。探しましたよ、私はこの歯型を。セリア、3軒巡りました。どこにもない！どこにもない、どこのセリアにもない。電話しました、大型店舗。あ、すいません、歯型のチョコを流し込む歯型のチョコを作るやつありますかみたいな。そんなものは当店には置いてません。いや、あるはずなんです。私見たんですインターネットで。そんなものはございません。まあ、一応ですね、発注をかけたという履歴はあるんですけれども。あるだろそれは、発注かけてんだったらあるでしょう。私は行きましたよ、大型店舗ありません、どこにもありません。ならば作ってしまおうじゃないか。自分の歯型チョコを再びということで、本日は、そろそろバレンタインということでですね、こちらのピンク色の衣装を身にまといですね、皆様にお届けしたいと思います。セリアで歯型が買えなかった人のために、こちら私の独自のレシピになっております。去年の動画を見てなかなか作る機会がなかったよって人、こちら改良版になっております。今日のレシピは自分の歯型のですねチョコを作る、そんなレシピになっております。こちらのレシピは一応まあクラシルさんとあと食べログさんから参考にしたいというまあお声オファーいただいてるんですけれども、本当に私の独自のレシピなのでネットで検索しても出てこないものとなっております。なので皆さんそこはご注意くださいということで、まず用意するものがこちらです。紙粘土、できるだけ重いものがいいです。前回作った時にですね、結構軽い紙粘土を使ってしまったのでなかなか歯型を取るのが難しかったかなと思うので、こちらの紙粘土を用意してください。2個ぐらいあると望ましいです。それでは作っていきます。まず紙粘土を開けて、口に入る大きさの紙粘土を作っていきます。まあ、大体これぐらいあればいいかなと思います。量としては一拳握りぐらいですかね。これぐらいの量を適量、まあ、大体大さじ14杯ぐらいの紙粘土を取ってください。で、前回も言ったんですけれども、厚みがある方が上顎にフィットしやすいので、ちょっと量多めに、こんなの口に入るかなって疑問に思うかもしれないんですけど、それぐらい取ってもいいかもしれません。結構多めに取ってみてください。そしたら空気を抜いていきます。綺麗に丸めていきましょう。この一つのシワが後々の完成のひびに入ったりするので、綺麗に撫でて消していきます。シワが残らないようにしてください。はい、こんな感じで雪見大福のちょっと大きいバージョンですかね、それぐらいまでにしたらラップをかけていきます。このようにラップをかけていきます。その際シワにならないようにしてください。ピッと貼ってなじませていきます。このように光沢を帯びてきたら準備 OK です。ここまで大丈夫ですかね。もしついてこれてなかったら一時停止ボタンがあるので一時停止したり、あと10秒巻き戻しボタンを押してください。セリアの商品開発部の方もついてくれてますか。こんな感じでツルツルな状態にしたら、歯型を取っていきます。よし、十分に形を整えてください。もしラップが唾液臭くなったら十分に換気をしてください。
十分に形を整えて歯型が完成したらチョコを溶かしていきます。このように耐熱の容器を用意してください。そこにホワイトチョコを流し込んでいきます。これが歯の土台となる部分なのでこちらを溶かしていきます。結構量はある方が安心すると思うので、まあ、4枚ぐらい購入してください。そしたらこのように剥がして小さく割って入れていきます。このようにホワイトチョコをまんべんなく敷き詰めたら溶かしていきます。湯煎が完了したのでこちらで虫歯をつけていきます。だいたい犬歯のところに少しだけ虫歯をつけ足してください。で、奥歯も虫歯になりやすいので奥歯にも注入します。そして次ね、こちらの小さめの銀の玉で銀歯を再現していきます。前回は大きめの銀の丸だったんですけど今回はこちらの小さいもので銀歯を作っていきます。この方が馴染みやすいかと思います。形を整えてください。奥歯ですね、奥歯のところは必然的に虫歯と銀歯の合わせ技になってしまうんですが、まあ、銀歯があるところは虫歯になりやすいのでそこら辺は気にしないでいただきたいです。そしてこちらが前回にはなかったアーモンドになります。今回はアーモンドを食べている途中の歯茎というものを再現していきたいのでアーモンドを一粒だけ、これは厳選した方がいいですね。アーモンドをよく厳選してください。一番形のいいものを選びます。こちらが一番形でいいのでこちらをだいたいこの辺りに仕込んでいきます。アーモンドを食べている途中というものを再現していきます。ちょっとあんま大きかったので砕いていきましょう。このぐらいの大きさにしてください。ここら辺は臨機応変に対応してください。そして全てを仕込んだらこちらの白いチョコペンで歯を作っていきます。まんべんなく添付してください。できましたでしょうか。だいたいこんな感じで仕上がってきます。一旦緊急事態です。溶かしたチョコが溶岩になってしまったので一旦ちょっと、そうです、レシピを変更します。ちょっと少々お待ちください。はい、できました。このように、サラサラの状態にできました。このチョコはですね、このチョコペンの残りをですね使いました。ここから時間勝負になってきます。ちょっと待ってください、換気扇が。そしたらそこに、食紅を入れてください。そしていちご味にしたいのでいちごパウダーも入れていきます。ここから固まってしまうので急いで入れてくださいね。このいちごパウダー結構粒が入っているので歯茎が歯肉炎の人になってしまうので、まあそれもいいでしょう。歯肉炎の人の歯型ということにしたいと思います。そして食紅も入れていきます。急がないとですね、これは。そしたら混ぜていきます。結構いい色になってきたんじゃないでしょうか。もうちょっと食紅を追加していきます。これぐらいでどうでしょうか。結構肌色っぽい、歯茎の本当の色に近い色になってきたかと思います。ちょっと体調が悪そうな人の歯茎が完成しました。そしたらこちらの方に歯茎を流し込んでいきます。慎重に流し込んでください。このように流し込めたら完成です。一度冷蔵庫で冷やしていきます。それでは完成をお待ちください。こちらチョコが固まったので型から外していきたいと思います。こちら慎重に本当にゆっくり外してくださいね。ゆっくり外していってくださいね。待ってください、ゆっくり待ってくださいね。外れました。できました。すいません、改良が必要かもしれません。歯短くない？ちょっと歯ちょっと短すぎた。まあでも歯肉炎っていう設定なので、まあこれぐらい歯が短くてもいいかなと思います。こんな感じですね。いい感じに虫歯もできて銀歯も生え揃っています。あとこちらにですね、アーモンドも挟まっているのでちょうどいい具合かと思います。そしたら箱に詰めていきます。こちらの可愛らしい箱に
詰めていきます。バレンタインなので皆さんも可愛らしい容器を用意してください。中にこのような可愛らしいふわふわも入れていきます。しっかりとデコレーションしてあげてください。うん、このように敷き詰めたらここに、この歯茎を置いていきます。上向きにした方がいいかもしれないですね、分かりやすいように。そしたら、蓋をして完成です。このチラッと見える歯茎がいいですよね。ぜひ好きな人に渡してみてください。いいですよね、すごく美味しそうに出来上がったと思います。まあ、せっかくなのでね、こちらセリアさんの歯型は自分の歯にはめられないんですけれども、こちらは自分の歯型になっていますので、自分の歯にも装着できるってこと、一応ね、皆さんちょっと半信半疑かと思うので、私が実践していきたいと思います。ちょっと微調整していきます。それでは、はめていきます。動画の途中に失礼します。この度、初めての本を出します。その名も、恋する猿は木から落ちる。いろんなトラブルにミケザルが口を出してくる新感覚の小説になっています。小説なんだけど超絶読みやすい本になっています。なぜなら私が書いてるからです。小説の中で叫びすぎてビックリマークの数が前代未聞の小説になっています。ギネスに乗りますように。概要欄の Amazon 予約ページから今すぐチェキラー。買ったよねもう。ウキちょっと入れ歯が溶けてきてしまったので食べちゃいます。皆さん、このレシピは成功です。このアーモンドと銀歯にした銀歯のチョコチョコがいいアクセントになってて歯ごたえを刺激します。うわ、一瞬なくなっちゃった。もう溶けちゃいました。一瞬で。美味しい。ちょっと、私のレシピではちょっと食べてしまったんですけれども、これはセリアさんに対抗するためにですね、私流のレシピでご紹介させていただきました。もちろんね、自分のオリジナルの歯型がいいって方は私のレシピを参考にしてください。でですね、なかなかセリアさんでも手に入らないと思いますね、歯型のやつは人気らしいので。それが手に入らないよって方、セリアさんに対抗したいよって方はぜひ、私のレシピを参考に。手作りバレンタインをしてみてください。ハッピーバレンタイン。ポリデントの CM 待ってまーす。チャンネル登録よろしく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 。